2月26日のケリヒメスイーツ。今日はパッとやってパッと終わるぞ。今21時15分なんですけども、22時から24時までまたマンガスのコラボ配信あるんですね。なのでとっとと終わらさないと。編成大丈夫かな。これで適当にやっちゃった。シールド解除、家元の新覚醒って呪符の無視はあったけど大丈夫かな。シールドどうだっけか。はい、千住パンチ。シャーマンキングのあのスーパースターだっけ、千住くんとか出てきたね。単行本派なんで、詳しくは見てないけど、詳しくは見てないというか、最新はどうなってるのか見てないけど。さあ、ランク4だから、最後のドデカ好きが、シールドは一緒。シールド、向こうは特に解除はついてない。お、いけた。意外となんとかなるもんですね。これはもう、家元に、下手になんか反射で食らうより、まだ家元に、借りてきた、つよつよに、やってもらうのが吉ですね。やったぜ。じゃあもう一つステージやって、今日はパッとやって終わりにしよう。3分ぐらいで終わりにしよう。22時までに、編集して、投稿しなきゃ。しまった。王冠の、入手数かな？今3つついてなかったよね。さてさて。どうしようかな。また家元借りようかな。また失敗しそうな気もするけど。じゃあ、1、2ウェーブ目をしっかり、広範囲のやつとかで、まず王冠取っておいて、でも最後だから14個以上。ああ、敵が持たなかった追加の攻撃をカリンが動く前に敵が落ちてしまったから遠くまで行ってくれなかった。そう、この遠くに行ってズバババって打つやつをやってくれなかったよ。はい、これでどの道またする羽目になりましたと。まあ5はね周回するからいいけども、4以下のところでね取りそびれがあるとやっちゃったって感じになるよね。また、低ランクのところ回らなくちゃっていうね、悲しみ。そういえば、エヴァ新劇場版の、新エヴァンゲリオンか、の、モスか。ふぅ。ちょっと怖いから、基本家元に動いてもらおう。意外と早かったですね。3月8日だっけ？ 4 日でなく8日だよね、多分。あ、よかった、当たった。意外と早かったね。まあ、もともと1月23だったからね。てか、本当緊急事態宣言明けて、速攻じゃんっていうね。でも、最初混むだろうからな。あ、間違えた。カリン撃っちゃった。まあ、いっか。もう一人のミリオネア撃って、全部家元に任せようと思ったら間違えちゃった。いつ頃見に行こうかな。でもエヴァ本当早く見に行かないとネタバレが怖いからね。わざわざするやつはいないだろうけど、ネットとか見てるとね、どこでチラッと目に入るかわからないから。ユルフはゲット。できるだけ早くは見に行きたいが、平日見に行こう。まあでも今リモートとかでさ、在宅勤務の人も多いから、平日でもさ、映画館なり商業施設なり、そんな空いてるわけでもないよね。まあ昼間だったらって感じかな。夕方以降なんで特に土日と変わんないじゃんってぐらい混んでたりするからね。さて、じゃあ今日は22時から配信やるんで、これぐらいでさらっと終わりにしておきます。では、また明日。